はい、ここに6個の歯車があります。あ、いるわ。普通のリュークおらんけど、その上位互換っぽいロボリュークをゲットしていきます。はい、はい、どうも、続きです。今回はね、持ち物から、見てもらった方が早いかな。どこかな。あ、これやね。これです、これです。はい。ここに6個の歯車があります。謎の歯車が。これはね、なんかね、ノガッパの歯車とか、人面犬の歯車とか、ひもじの歯車とか、いろいろあんねんけど、これね、妖怪メダルをね、読み込むと、特別なね、イベント用のアイテムはもらえねんけど、まあ、それやね。それを6個読み込みました。で、これ何かっつうと、ロボット系の妖怪やね。ロボガッパ、ロボノコ、ロボリュウくん、ロボジー、ロボ面剣、ロボコマのメダルをね、僕買ったんで、それを全部読み込んで、で、友達にしていこうかなと思うんですけども、ちょっとね、6人一気にするのめんどくさいんで、3人ずつぐらいでいこうかなと思ってます。はい。で、まず最初どこから行こうかなっていう。これなんか バラバラらしいねんな。あのさ、フルーツにあってさ、獣本村の分校に全員いたやんか。でもなんか、このロボット系はいる場所が全員バラバラらしくて、ちょっと探すのがめんどくさいっていう。うん、まずどこにいるかも知らんねんな。だから調べなあかん。で、なぎさきから、まず一番近い岸辺行くか。いる駅がね、どこやこれ。岸辺、青葉、ひばり台、おさらぎ、谷あい、山中。この6つの駅にいるらしいね。で、ここは、山中にもいいんやったっけ？あ、じゃあここ。岸辺と山中に2人いるわ。うん。だから、渚から福宮までで2人いるわ、2体。で、青葉とひばり台から、福宮と桜中央に2人で、あとは、おさらぎと、谷合から、獣本から福宮で2人や。オッケー、2人ずついいんやね、間に。オッケーオッケー。あ、2人ずつでいいかな。ちょっとな、マジでな、まあ、運ゲーなんねんな、結局。どれぐらい時間かかるかよな。うん。こいつらでどれぐらい時間かかるかが、大事。うん。それが一番大事。時間がどれぐらいかかるか、マジで。てか、これ、駅でさ、セーブってできんの？これ、セーブできんかったらめっちゃ悪いんだけど。あ、できる。神。ここでセーブできんやったら、まあ、神。うわ、やらかした！これ、あれや。あ、いるわ。いんねんけど、やらかした。これ、一回、なぎさき戻りたい。これ、あれや。俺、妖怪の、メンツ、ミスったわ。じゃあ、まずこのメンバーね。俺がいつも仲間にするとき用のメンバー連れてきて、で、ここで日記を書きましょう。はい。で、いよいよですね。まず、どれぐらい時間かかるかよな、まず。まず、どれぐらい時間かかるかが問題。ははは。自分は胃の中、妖怪の中、人間の中、わからなくなることがあるんです。私とバトルして、確かめてはくれませんか。行きますか。ロボ面犬、ありがとうございます。オッケー、じゃあこいつ中、こいつ、あれ何や、鉱物は。鉱物何やこいつ。俺知らんぞ。で、どれぐらい強いのかって話なんやな、こいつな。カレーね。カレーは持ってますわ。カレーは持ってます、ナマステカレー。で、まずはこの布陣で、ハメロスが取り付いてくれるのもあって、オッケー。で、あれどこや。で、これね、まあ、こうかな。いや、こうやな。こうしよう。こうして、で、時間かける。なんで時間かけるかって言ったら、サスライダムが来るのを待つから。結構弱いな。結構弱いな。サスライダムが来るのどうやろ。サスライダムは先来てくれへんかな。こうすることによってね、本当はね、婦人的にはな、シシコマ、MVP、シンババー、オールゴールドの婦人で言ったら、うーわ、なんでこのタイミングで、圧倒的秒で枯れんねんけど、ちょっと欲しいねんな、サスライダマが。ワンチャン。ワンチャンありけりで。で、さあ、これでならないんで、まあ、これで、リセマラです。はい。おー、来た！来たー、ローメケン。まあ、今回は言うてそんなに、あれかな。時間かからんかったかな。20分ぐらいかな。うん。いやー、運いい方かな。まだ運いい方かな、これで。まだ運いい方かな。うん。よーし、じゃあまず行って。よし、次行こう。オッケーオッケーオッケー。
ここやね。やっぱここやね。埋まんのはここや。いいよいいよ。図鑑埋めてこう。自分は犬なのか妖怪なのか人間なのか余計に分からなくなりました。お前はロボットや。よし、じゃあ次山中で、あ、ロボリュウくんやね。そもそも俺普通のリュウくんゲットしてないんやけどな。普通のリュウくんおらんけど、その上位互換っぽいロボリュウくんをゲットしに行きます。はい、ロボットになったリュウくんなのだ。戦ってみたいのだ。あー、リュウくんこれロボットになったんや。全員やっぱ全員あれね、改造されてんねやこれ。なんか未来から来てたっつったもんな。で、こいつは中華か。あ、やっぱり変わらんやね。鉱物は変わらず、鉱物は変わらず中華です。中華もですね、ヘルシーマーボーがあります。はい、ヘルシーマーボーです。ヘルシーマーボーはね、なんか特別なイベントをクリアしたらゲットできるんやろ確か。これこれあれや、あの何だっけ、大食いファイターズのやつや。あのクエストをクリアするとなんかお店に並ぶらしい。オッケー。さあ、さすらい玉がね、あのロボ面系の時もそうやってんけどさ、さすらい玉が全く出へんかった。マジで早すぎんよね。こうしたら一瞬でね倒しちゃうよ敵。これ推定レベルどれぐらいなんやろうな。4,50なよね気すんな。高くてもそんな強くないねんな。うん、ただ花保人が強すぎて一生行動できひん、あいつら。花保人が強すぎて一生行動できひんのよな。うん、ずっと行動できん。マジ花保人強いよな、こいつ。こいつ捕まえといてよかった、ほんまに。ずっと花保人ってるだけやけど、こいつ。花保人って、こいつこの見た目で1体しかゲットできんからな。しかも、なんかな、ランダムやったよな、出てくる場所。俺たまたまなんかあの、コインランドリーみたいなところ出てきたけど、こいつ出てくる場所ランダムやし、めっちゃ捕まえるのめんどくさいねんな。さあ、一発で仲間にできたらめちゃくちゃありがたい。はいはいはい。よし来たー。いや早かったなー今回2体。ロボリュウくん来た来た来た。ロボリュウくんかっこいいな、全身赤フォームで。もともとのリュウくん持ってへんねんけどな俺な。オッケー、よっしゃ、2体ゲットできた。いや今回マジ早かったぞどっちも。あ、そっち行く。あれ、あでも6体から1、あでも6体から。そうか、あのあとロボリュウくんがじゃあロボット系の最後の列か。であの手前に4体入るんか。そしたら6体か。まあ変わらんか。やばいのだ、ちょっと故障なのだ、治るまでしばらく待つのだ。でさ、なんかちなみにさ、今なんかさりげなくさ、ロボリュウくん倒した時にさ、なんかもう一個落としてないけど、アイテム。なんか落としなかった？え、なんか、ビタミン、ロボビタミン、あ、これか、あ、ロボット系、え、機械性能格段に上げてくる、これクソ強えな。これクソ強えな、これ落としてたんや、ロボリュウくん。これクソ強えやん。これロボット系が落とすんか、なるほどね。はい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 。とりあえずじゃあ2体ずつ行こうかな。ちょうど駅の間と間に2体ずつおるから。ちょっとこれ、沼ったら沼った分だけめんどくさくなるから2体ずついきますわ。